ここからさらに具体的に来年の春の選挙に向けて自分がちょっとやった部分をもうちょっと広げてっていうことに何だろうお力を貸していただきたいんです広げていただきたいんですしっかり何だろうな地面とつながったというか根っこを下ろしていくっていう作業をここかられいわ新選組始めていくところなんですねなのでその入り口として 候補者として立ちたい人も立ってみてもいいかなとか、やってみたいなとか、支える、うん、ちょっとやってみようかな、ちょっとそれ興味あるとか、そこだけじゃなくて、全然関係ないけど、どういうもんなんかっていうことだけを見に行くためだけでも、まずは政治塾から、政治塾からご参加をいただきたい。1000円ですから。いや、高いですよ、1000円ももちろん。でも、1000円以上のバリューがそこにはあるってことですね、塾長。 <laughs> すみませんねマイ、マイクが時差があるからね、<は>申し訳ないはいあの、間違いなく1000円では開催できないレベルです、<laughs> それは保証いたします。私、最初ね、1万円ぐらいで、あのー、やろうかと言ってたら、あのー、代表が1000円だーと叫んだので、<laughs> 1000円になりました、あのー、多少不安ではありますが、でもね。<laughs> それぐらいたくさんの方に参加していただいてね、問句を広く本当にたくさんの方にあのここでいろんなことを学んでいただきたいと思います。そして私も皆さんから学びたいと思います。よろしくお願いします。朝ああます。今度ごめんなさいね、あの100円にできなくて1000円ですけれども、えっとぜひ参加をしていただきたいと。で、えっとこれからですね来年の都一長選挙に向けて拡大をしていくということで各地に。 これ、えー、拠点ができていくってことですけれども、小さなお話し会みたいなものも開いていきたいと思います、やっぱりこれだけの人数でマイク回していくって言ったら、やはりやり取りっていうのも非常に短い時間になるし、なかなか深められないってことをちょっとお詫び申し上げる必要があるんですけど、これからどんどん地域に落とし込んだお話し会を、山本や、えー、大島さんや、他にも大石さん、他にも長谷川さん、で奥田さん、みんなで,で、ね、いろいろあの話をできるような場所を作っていきたいと、そう考えております。